マイカ&ティールのスウェットになります。マイカのスウェットは非常に毎シーズン人気でして、今回ご紹介するのは裏地が起毛になっているタイプです。実は起毛じゃないタイプは店頭でもホームページにご紹介する前に全部完売してしまった、やっぱり人気でして、でこのマイカ&ティールのロゴっていうのも結構上品に女性っぽくお作りしております。でやっぱり人気なポイント、このサイドカットですね。こういうディテールなんかがやっぱりカジュアルでもちょっと女性らしいラインで着やすいシリーズになっております。形もこういったちょっとこう脇のあたりは非常にゆったりめで、細く腕元に行くうちにちょっと細身になっているので、なんかこう着膨れしにくいシリーズです。でお色が3色ございまして、こんな感じの展開です。やっぱり冬ニットが着れない方はこういったちょっと裏地起毛で暖かいスウェットシリーズはとても人気があります。